百獣戦隊ゴーレンジャー。あなたはこの平和な生活がいつまでも続くと思っていますか？そんなこと気にしない。そうでしょう。しかし平和が破られる時はいつだって突然なんです。そう、こんな風に。ゲッタ、ゲッタ、アル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 ゲッタ。ナンパさせてやる。現代によみがえりし鬼オルグ、何やら悪いことを企んでいるようです。集まってもらったのは他でもありません。反戦オルグが現れて人々を苦しめています。ガオの戦士たちよ、地球の命を守るため邪悪な鬼を滅ぼすのです。風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせると、自然の力と人の思いが一つになり、地球を守る5人の戦士が生まれるのです。命あるところ正義の雄たけびあり。百獣戦隊ゴーレンジャー。
オルグシーダに消えゆかんとする邪悪に再び巨大なる力を、うん、はっ鬼マーチクワーソトナンパさせてやる。鬼が悪さをしているようです。そう、ガオレンジャーの戦いは始まったばかりなのです。力強い反応、ブルドーザーオルグが現れました。場所は東の方と出ているわ。じゃあみんな頑張って。風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせると、自然の力と人の思いが一つになり、地球を守る5人の戦士が生まれるのです。命あるところ、正義の雄たけびあり。百獣戦隊ゴーレンジャー。Yeah!
する邪悪に再び巨大なる力を。はっ、鬼は打ち今回はどうも様子が違います。主典なる一本角が直々にお出ましのようです。役立たずのお前たちでは拉致があかん。私自らガオレンジャーを倒してくれる。これまでにない邪悪な気が感じられます。まさかハイネス・デューク・オルグ、油断しないで力を合わせて戦うのです。風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせると、自然の力と人の思いが一つになり、地球を守る5人の戦士が生まれるのです。命あるところ正義の雄たけびあり。百獣戦隊ゴーレンジャー。
私自ら相手をしてくれる。
界にまたガオキングも傷ついてしまいました。しかしガオレンジャーの絶望に応えるようにさらなるパワーアニマルたちが集い、筋肉の戦士ガオマッスルストライカーが誕生したのです。ガオレンジャーへの恨みを抱き、オオカミが千年の眠りから覚めました。この黒きオオカミ、一体何者なんでしょう。またオルグ反応よ。ただ何か恨みのような気を感じる。この胸騒ぎ、気のせいだったらいいんだけど。風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせるとき、自然の力と人の思いが一つになり、地球を守る5人の戦士が生まれるのです。命あるところ、正義の雄たけびあり。百獣戦隊ガオレンジャー。Yeah!
戦士ガオレンジャー、千年の恨み晴らしてくれる。魔獣召喚。筋肉の戦士が誕生するのです。誕生ガオマンズルストライカー。
の正義の心が恨みに閉ざされたローキの心を解き放ったのです。そして邪気に操られていたローキの正体はガオレンジャー6人目の戦士ガオシルバーだったのです。ガオレンジャーの活躍に追い詰められたオルグたち、ついに新たなハイネスデュークラセツがその姿を現したのです。破壊された町こそ最高のごちそう。新たなハイネスデュークオルグの出現です。ガオの精霊はいつでもあなたたちの味方、どんな敵だってきっと倒せるはずよ。風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせると、自然の力と人の思いが一つになり、地球を守る5人の戦士が現れるのです。命あるところ正義の雄たけびあり。百獣戦隊ガオレンジャー、目にもの見せてやるぜ。私の名はハイネスデューク・ラセツ。あら、おいしそうじゃない。
切ってやる。
熾烈な戦いの末、ハイネス・デューク・ラセスを討ち取ったガオレンジャー。しかし、最後の戦いが迫る今、自分たちの力の足りなさを感じずにはいられません。もっと力が欲しい、その心に応えたパワーアニマルによりガオイカロスが誕生したのです。いよいよ最後の戦いです。地球の運命はあなたたちにかかってるわ。正義の心で邪悪な魂を打ち砕くのです。ついにオルグの聖地に乗り込んだガオレンジャーたち、あまねくオルグの王キングオルグとの決着のつく時がやってきたのです。召喚！
それに応える聖なる獣たちによって邪悪な鬼たちは滅びました。うわー、邪悪な鬼たちは滅んだのね。美しい地球は救われたのね。あなたたちのおかげよ、ガオレンジャー。ありがとう。